事なリスタート。セットプレー、左足ゴール前にヘディングはシュートゴール先制点は FC 岐阜、頭で決めました。前半の11分、2得点目ということになります。頭で合わせたのは三田春樹、正確なボールがゴール前に供給、ドンピシャ。藤枝戦の23分に続いて、あれも右からのクロスに対して岐阜は追加点のチャンス。ヘディング決まった。やはりこの3点目もセットプレー、キャプテンの甲斐健太郎のヘディングシュート決まって3対1。やはりしっかりとマークを外してボールをよく見てヘディング、頭で合わせるというゴールになりました。ゴールキーパーを左橋本が上がっています。この吉浜のところでしっかりとボールが収まっている村田のところに落ちて、村田のシュート。やはりこの吉浜のところがポイントでした。石井、増田のところボール奪えず、村クロスボール、川西の前こぼれ球、中島で反応、吉浜のクロスボールが入ってくる、ファーサイド利き足とは逆の右足でゴールを絡め取りました。左サイド上がってきました橋本、後ろを下げてクロスを入れる、ファーサイドフラッツ、ヘディングシュート決まりました。船津哲也、吉浜のクロスでした。さあコーナーキック、ストレート系のボール、もう一度中島だ。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。